Hello guys! Start na naman ulit. Magtanim ay di biro. Mainit na. Kaya nakakatakot na. Medyo mag-ingat na lang. Huwag kang magka-heat stroke. Ay, sarap ng hangin. Yaho! Mizo mo tikita ya? Let's show ya bike. This kine. Yes. Tambari masyo. そんな感じでね、今日も暑い中3人で停職中の今日は5月27日水曜日、ということで今日もスタートです。ハッピーチンゲンサイ。いや終わったね、母ちゃん。お疲れでした。疲れ、暑かったね。いや暑かった。まあ今日もなんとか終わりました。はい、ありがとうございました。荷物をなんか来たよ。え、何荷物来た。あ、あれじゃあ、そうじゃ、よし、じゃあちょっと急いで帰ろう。よし、じゃあ母ちゃん久しぶりにあれで帰ろうか。帰りましょうか。はい、せーの、よいしょ。ただいま。お帰りなさい。お疲れでした。お、そうそうそう、荷物はどこかしら。荷物、はい、うそー、やんね、母ちゃん。アマゾンは仕事が早いです。早速開封レビューしてみたいと思います。楽しみ。何じゃそれ。はい、というわけでね、早速開封していきましょう。はい、まずはね、小さい方から。いやー、アマゾンはね、ほんと仕事が早いですね。ここはね、広島県のど田舎ですけども、昨日のお昼にポチッと注文したんですよ。そしたらもう今日の昼過ぎには到着ということでね。まあただ難点は包装の箱がでかいということですね。中身こんだけなのに、要するにちょっとゴミがね出すぎるというのがまあ一つ難点ではありますが、まあそこはね非常に早く来るのでいいとしまして、で実は何を買ったかと言いますと、じゃん、GoPro のですねバッテリーと充電器。はい、ということでね、 GoPro の、バッテリーと充電器買ったんですけども、 5V のね2アンペア、これ2アンペアのがまあどれぐらい、まあ、あの純正ではないですけどもね、互換性のあるやつですが、なんと値段が1566円ですよ、バッテリー2個付きで。でですね、まあ、ちょっと開けてみましょうか。はい、こんな感じです。で、まあ、バッテリーケース付きですね。はい、バッテリー2つに充電器、そして、説明書は英語のみですね。英語のみですが、まあほとんどこんなものは読むことないと思うので大丈夫なんですが、まあ、あと USB のね、ということです。でこれがね、まあ高いか安いか、まあ僕全く GoPro 初心者なのでよく分かりませんが、安いですよね、どう考えても。1566円、バッテリー、2アンペア2つ付きとチャージャーね、しかもここなんかデジタル表示が
ありますが、でというのもですね、先日来何度か GoPro 原田ファームの原田さんにねいただいた GoPro をこれでなんとかねそろそろ動画撮っていこうということで何度かチャレンジしたんですが、まあ僕いつも iPhone でね撮影と編集しているわけですが、僕が持っているデスクトップのパソコンがですね、非常に古いパソコンでございまして Windows 7でね、もう諦めとったわけですけども、これはなんとかね、いつもコメントいただいてるね令和平和さんからまだ無料で Windows 10にアップグレードできるということでね、いろいろ指南していただきまして、なんとか Windows 10には無事アップデートできたわけです。でいらないね、まあ動画や写真なんかは外付けのハードディスクにバックアップ取って、でいらないものをどんどん消してだいぶ軽くはしたんですが、さすがにそのパソコンでこの GoPro の動画を取り込んでそのパソコンで、動画編集というわけにはなかなかいかないのでね、どうも重たくて、でどうしても編集は iPhone の方でしたくてですね、どうやってこの GoPro の動画をですね iPhone に映すかということで四苦八苦しとったわけですが、まあ普通に考えればね iTunes で、パソコンに入れまして、そして動画を取り込みまして、そこからパソコンから iPhone に入れるという手順なわけでございますが、どうもそれがうまくいかずにですね iTunes 経由でねどうもうまく動画が移行できない、ね、このデータがねできないということで四苦八苦しておったところ、なんとかねあの Windows の方のワンドライブという、それもクラウドのファイル保存のやつがあるんですが、ワンドライブのアプリを iPhone に入れまして、でパソコンの方に、取り込んだ動画をワンドライブに入れて、で iPhone でダウンロードするという手順でなんとか動画はね取り込めるようになったんですが、それがまためちゃめちゃ時間がかかるんですよね。だからこの GoPro で動画を撮ってもですね、なかなか長い動画は撮れるなと、ワンカットぐらいならね1分ぐらい、非常に短い動画のワンカットぐらいを GoPro で撮って、それでまあ、ワンドライブの方で iPhone の方に送ってですね、ちょっと時間かかるんですけど、なんとかワンシーンぐらいは GoPro で撮った動画が使えるなという感じで思っとったわけです。で、まあ何度かそんなことをしているうちにだんだん、充電がバッテリーがなくなってきましてね、ちょっとチャージャー買わないけんなということでいろいろ調べてたんですね。そもそも僕ほんまに GoPro のこと全くわからないので、これがどのタイプなのか GoPro の何なのかで、それにね適合するチャージャーとバッテリー買わないけないなと思っていろいろ調べていたら、なんとですね GoPro のアプリがあってですね、それも Android でも iPhone でも入れられるんですが、そのアプリ経由で、まあこの GoPro とベアリングして、そのアプリで GoPro から動画もスッと、まあスッとじゃないかもしれんですけど、さすがにそのエアドロップのようにスッという感じではないですが、こっからパソコンに入れてパソコンから iPhone に飛ばしてとかいうそういう面倒くさいことをしなくても GoPro から iPhone のアプリに、動画のデータが送れるということが分かりましてですね、早速そのアプリを入れて、この GoPro とベアリングしていろいろしよったわけですよ。そしたらまあそのベアリングの段階でこれがなんと GoPro5 のブラックということが分かりまして、
いやいや、これすごいのもらったんじゃないかなということでね、今さらながらまたさらにびっくりしとるわけですけども、でそのアプリで、まあ、動画も送れますし、アプリからそのこの GoPro の操作というかね、まあ、操作もできたりして非常に便利なことが分かりまして、でまあもうこれはもういよいよ GoPro 本格的に使えるぜということになりまして、まあチャージャーとバッテリーとで、今日はあの次にご紹介するいろいろアクセサリーもね買ってみたわけですが、まあというようなことでね、まあちょっとテンション上がって喋っとることがいまいち順不動かも分かりませんが、まあ早速そもそもこのバッテリーが入るものなのか本当に適合しているのかどうかちょっとね入れてみたいと思います。ちょっと僕も本当 GoPro 初心者なんでねよく分からなくて、本当にこれで合うのかどうか、形は一緒ですね。あ、入るなこれ。おお、入りました。おお、完璧。今の段階で26% ですね。ちょっと見えんかな、バッテリー。まあさすがに 25%、 はい、ということでですね、これは非常によろしいんじゃないかなと。1560円ですよ。でまあこの互換性のバッテリーがどの程度2アンペアで持つものなのかどうなのか、どんどんでも下がってますね。もう 23% で、これをこっち向きじゃな、これでこう、おー、なんかかっこいい色が。まあ2本、これ2本同時にいけるんかな。同時充電、はい、このようにバッチリ。こっちが純正です。こっちは純正じゃないですね、ちゃんと充電もできます。はい、それではね、ちょっとまあ試しに GoPro で今撮ってますけども、次にいろいろねアクセサリーも一緒に買ったんですけども、これはまた続きは明日ということで、今日お見せしたいところなんですが、ちょっとね時間長くなりそうなんで、続きはまた明日ということで、こうご期待。それではね、ここで今日は締めておこうと。それでは皆さんまた明日。ハッピーチンゲン祭。 GoPro 最高。